10年前、ウト母が亡くなった時、棺を閉める前に、葬儀屋さんが、個人の大切なものも入れてください。燃えるものなら何でも入れていいですよ。と言った途端、トメが、ウト母の部屋から、大量のおかんアートを持ってきて、これでせいせいする。と笑いながら、棺に放り込んだ。このおかんアート、ウト母が、ボケないようにと、千代紙でちまちま作った人形や玉飾りで、大量にあって、処理に困るんだろうけど、周りはドン引き。で、最近トメが、おかんアートに凝り出した。ボケないようにらしい。もともと、賞味期限切れ食品なんかを持ち込む、迷惑トメだったが、鶴亀とか、いらんっつうのに、無理やり、飾りなさい。って持ってくる。断っても、持ち帰るふりして、わざと玄関に置いていく。翌週、義実家に返却。トメ、ファビョル。この繰り返しにうんざり。こんなに可愛いのに。というトメに、可愛いと思うなら、自分で持っててください。ウト母さんの時みたいに、トメさんが死んだら、棺桶に笑いながら放り込みますから。と言ったら、自分がしたことを思い出したのか、黙り込んだ。それ以来、おかんアートの持ち込みはない。